ヒューガバーカクテル探偵団でございます。このチャンネルではカクテルの発祥や成り立ちを探求していきつつ、それにまつわるお酒などのお話をいろいろとして、皆様がバーに行ってみたくなるように、バーに行ってちょっとこれ使えるななんていう情報をお話ししていってます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、今日からチャンネル名を変えたので、久しぶりにチャンネルのご紹介から入らせていただきましたが、今日は以前リクエストをいただいてました、うちのお店でのカクテルの人気ランキングを知りたいというコメントをいただいておりましたので、今日はカクテルランキングをお話していきたいと思います。一つのカクテルのその発祥などの深いお話は今日は割愛させていただいて、今日出てくるカクテルはこのチャンネルで結構ね、過去にも紹介しているものが多いので、今日は一応そのカクテルのベースだけ言っとくので、そのカクテルもっと深く知りたいっていう方は、再生リストの方からベース別になってますんで、そこからね、見ていただければなと思います。そして、うちのお店ではフルーツのカクテルが人気なんですが、今日はフルーツのカクテルはランキングから外させていただきました。それでは早速ランキングに入っていきましょう。まず、一杯目に頼まれることが多いカクテルランキング。ファーストドリンクとして頼まれることが多いカクテルランキング。第5位はモスコミールです。ウォッカベースですが、まあこのチャンネルではまだご紹介してないですね。ウォッカにジンジャービアという、生姜のドリンク。まあ最近はジンジャーエールではあるところも多いと思いますが、を使ったカクテルなんですが、うちでは生の生姜をすりおろして作っているので、結構辛口で生姜の風味を強く感じるモスコミールです。が第5位になってます。続いて第4位はマティーニです。カクテルの王様と言われてます。これもまだね、このチャンネルではやってませんね。ジンベースですが、またね、いつかマティーニのお話はしたいと思います。続いて第3位はギムレットです。ギムレットもジンベースですが、ギムレットはこのチャンネルで以前やりましたね。甘酸っぱい感じのカクテルです。続いて第2位がジンリッキーです。ジンリッキーは以前このチャンネルでやりましたね。元々はウイスキー使ってたんだよなんていうお話しましたが、ジンリッキーは甘みが入らないジンとライムとソーダだけと、しかもお客様がライムを潰しながら調整できるということで人気がありますね。そして第1位がジントニックです。ジントニックも以前やってますね。はい、そんなランキングですが、まあやっぱジンのカクテルが多いなという感じになってますけどね。まあうちではジンが人気があります。まあ1930年に出されたサボイカクテルブックなんていう有名なカクテルブックでも、だいたい半分以上がもうジンになっているということで、まあカクテルといえばジンというイメージ、ジンのカクテルっていうのが多いんですが、それでもまあうちはランキングとしてはジンが多くなってますね。はい、続いてのランキングは最後の一杯、締めの一杯としてご注文いただけることが多いカクテルのランキング。第5位はグラスホッパーです。グラスホッパーっていうのはこのチャンネルで以前やりましたね。リキュールベースのところに載ってます。ミルク系のカクテルでチョコミント味のカクテルですね。はい、続いて第4位。第4位は XYZ です。XYZ はこのチャンネルではまだやってないんですけど、ラムベースで、まあ、ラムを使ったホワイトレディとか、ラムを使ったサイドカーみたいな感じのカクテルで、まあ、この XYZ っていうのはアルファベットの最後の3文字なので、締めの一杯として頼まれるお客様が多いです。まあ、実際はこの締めの一杯とか、最後の一杯という意味の XYZ じゃなくて、これは未知数、要は方程式とかでも X とか Y とかって、使いますけど、まあ何が入ってるかわからないよということで XYZ と付けたんじゃないかというお話があるんですが、まあそれはまたね、今度このチャンネルでね、しっかりと深掘りしていきたいと思います。続いて締めの一杯として人気があるカクテル、第3位はマティーニです。まあカクテルの王様マティーニですね。このマティーニというカクテルはですね、最初の一杯か最後の一杯、どちらかで頼むお客様が多いですね。はい、続いて2位。第2位はサイドカーです。まあ締めの一杯なので、このブランデーベースのサイドカーは非常に人気がありますね。そして第1位はアイリッシュコーヒーです。ウイスキーベースのあったかいコーヒーを使ったミルク系のカクテルですね。このアイリッシュコーヒーはホットカクテルなので、冬場に人気があるのはもちろんなんですが、うちでは夏場でも人気があります。続いて男性に人気のカクテルランキングトップ5、まず第5位、これはマティーニです。まあカクテルの王様マティーニですね。続いて第4位がギムレットです。そして第3位がハイボールです。まあハイボールというとね、まあ最近非常に人気のあるカクテルですが、さあ、うちでは何もご指定がない場合、ウイスキーのご指定がない場合は、ジョニーウォーカーを使ったり、あと、最近はですね、知り合いのバーテンダーに教えていただきまして、銀座のゴヤというね、有名なお店があるんですけど、そこの山崎さんというバーテンダーの方が YouTube チャンネルをやられてて、そこで、僕も知ったんですけど、このグレン・グラント、この
このウイスキー僕最近ハマってるんですよね。シングルモルトウイスキーなんですけど、青リンゴのようなね香りがします。はい、まあ、この辺をね最近使うことが多いですね。はい、続いて第2位はジンリッキーです。ジンリッキーやっぱ人気ありますね。そして第1位がジントニック。はい、そんなランキングになってます。では続いて女性に人気があるカクテルランキング第5位はアイリッシュコーヒーです。続いて第4位がグラスホッパー、まあ、この辺はねミルク系のカクテルが続いてますね。で続いて第3位がテキーラサンライズです。テキーラサンライズも以前このチャンネルでは紹介してますが、まあ、やはり女性にはテキーラが人気だなという印象は受けます。続いて第2位ソルティードッグです。ウォッカベースですが、まあ、ウォッカとグレープフルーツの組み合わせで、この塩がないソルティードッグのことをブルドッグとかグレイハウンドと呼んだりするんですが、それもこのソルティードッグとね含めて、ランキングにさせていただいてます。はい、続いて第1位がジンリッキーです。意外にもねうちでは女性に人気があるんですよね。甘口のカクテルよりは辛口のカクテルのを好む女性の方がうちには多いですね。はい、続いてランキングとしてはミルク系のカクテルランキングいきましょうか。ミルク系のカクテルランキング第5位、これはダイヤモンドダストというカクテルです。このダイヤモンドダストというカクテルはこのチャンネルでは初登場ですが、まあ、アルコール度数がね7度ぐらいと比較的優しめのショートカクテルです。これはですね、あのライチのリキュールにピーチのリキュール、そしてグレープフルーツが入って、そこに少しだけ生クリームが入るというねフルーティーでミルキーなカクテルです。このカクテルは1999年、 CCS、まあ、CCS っていうカクテルコミュニティソサエティという、まあ、バーテンダーとバー愛好家のお客様とで作ってる団体があるんですけど、それの第4回のカクテルコンペティションで第1位を取った作品です。このカクテルの作者はですね、銀座の有名なザ・バー草間銀座というお店の草間恒明さんという、まあ、僕も非常にお世話になってます。このカクテルはうちのお店では一度紹介をすると次からねリピート率が非常に高い、非常に一度飲んだら大好きになっちゃうという方が多いカクテルです。はい、続いてミルク系カクテルランキング第4位、第4位はカルアミルクです。まあ、これは言わずと知れたカルアというコーヒーのリキュールをミルクで割ったカクテルですね。はい、続いて第3位はアレキサンダーです。ブランデーベースで、まあ、このチャンネルでも過去にやってますが、結構強めの、カカオとブランデーとミルクというねカクテルですね。はい、続いて第2位はグラスホッパーです。まあ、グラスホッパーやはり人気がありますね。チョコミント味の甘いデザートカクテルですね。そして第1位は皆さん想像できてるかもしれませんがアイリッシュコーヒーです。やはりうちのお店では人気がありますね。続いてのランキングはこういうカクテルちょうだいよとご要望いただいたときに僕がおすすめしやすいランキングです。まずは辛口のカクテルちょうだいよと言われたときに僕がよくおすすめするカクテルです。まあもちろんねお客様のアルコールの許容などもね考えながらおすすめしていくんですが、辛口カクテルランキング第5位はバンブーです。まあ、以前ねやりましたねワインベースのカクテルで、まあ、日本で初めて生まれたカクテルじゃないかなんて言われてますが、まあ、キレもいいですし度数もそう高くならないのでねよくおすすめします。続いて辛口おすすめカクテルランキング第4位は M30 レインというカクテルです。このカクテルはウォッカベースで、このチャンネルではまだご紹介してませんが、このカクテルは銀座テンダーという有名なお店のあの上田和夫さんという方が作ったカクテルですね。坂本龍一さんの曲をモチーフに作ったと言われてます。ウォッカとグレープフルーツのリキュールとライムという、まあ、非常にキリッとしたカクテルで、色もね淡い青色で非常に綺麗なカクテルです。続いて第3位はマティーニです。やはりね辛口でって言われればこの王様マティーニを勧めることが多いです。続いて第2位はモスコミュールです。先ほどもお話ししましたけど、うちのモスコミュールは生の生姜をすりおろした辛口タイプにしてあるので辛口カクテルとしてもおすすめしてます。そして第1位はジンリッキーです。やはり辛口カクテルとしては、一番おすすめしやすいですかね、うちのお店では。はい、続いて強めのカクテルちょうだいよって言われた時には僕が何をおすすめするのか。第5位はビジューというカクテルです。これはジンベースのカクテルで、過去にねこのチャンネルでやってますけど、甘口でスパイシーなカクテルですね。続いて第4位はラスティーネイルです。ラスティーネイルはウイスキーにドランブイという蜂蜜とハーブのリキュールを入れたカクテルですけど、まあ、このチャンネルでもね以前ご紹介してますが、
ロックスタイルでゆっくりと飲めるのでね、おすすめすることが多いです。第3位がオールドファッションドです。ウイスキーベースで、まあ以前ね、このチャンネルでご紹介してますけど、オールドファッションドは、お客様ご自身がフルーツを潰しながら味も調整できるので、おすすめすることが多いですね。まあ世界で一番人気のあるカクテルと言われてますからね。はい、続いて第2位。第2位はマンハッタンです。まあウイスキーベースのカクテルの女王と言われてるカクテルです。はい、このカクテルも以前に紹介してますね。はい、続いて第1位、まあ、強めで何かちょうだいよって言われた時におすすめするカクテル第1位はやはりマティーニです。まあ、カクテルの王様ですしね、まあ、お好きな方が多いですね。続いて、まあ、最後のランキングにしましょうか。最後は、まあ、強めがあったので今度弱めでなんか優しめのアルコール度数で何かちょうだいよって言われた時に僕がよくおすすめするカクテルランキング、第5位がシーブリーズです。シーブリーズっていうと、ウォッカとグレープフルーツとクランベリージュースということ、カクテルで、まあこのカクテルはジュースの比率を上げれるので、アルコール度数を比較的調整しやすいということで、シーブリーズよくお勧めすることが多いです。続いて第4位。第4位はアイリッシュコーヒーです。まあアイリッシュコーヒーもですね、まあ一度お勧めすると次から好きになってくださる方が非常に多いカクテルなのでお勧めしています。第3位がですね、バレンシアというカクテルです。このバレンシアというカクテルはまだこのチャンネルではご紹介してませんが、リキュールベースでアプリコットリキュールにオレンジジュースが入るという、オレンジ大好きなんていう方にはおすすめのカクテルですね。続いて第2位。第2位はダイヤモンドダストです。先ほどもね、登場しましたが、弱めで何かちょうだいよって言われた時には、このカクテルおすすめする率が非常に僕は高いですね。はい。そして第1位はスプモーニです。まあスプモーニはこのチャンネルでも以前ご紹介しました、リキュールベースのカンパリというリキュールを使ったカクテルですが、まあスプモーニというカクテル自体が、僕自身がバーテンダーを始めるきっかけになったという思い入れもあるカクテルなので、おすすめすることも多いですね。ちょっと苦みもあるジューシーなカクテルですね。はい、そんな感じで、うちのカクテルランキングをご紹介させていただきました。今月のですね、最後31日は、以前お話したブルームーンというね、ジンベースのブルームーンというカクテルがありますが、10月2回目の満月で、これブルームーンというね、月なんですよ。3年に1回ぐらいしかないと言われているこのブルームーンという月が、まあ、今月の31日にあるので、まあ、ブルームーンというカクテルをね、10月31日には飲んでもいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。お近くのバーでカクテル楽しんでみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。